チャールズ・ビッグ・フォードはアメリカ・マサチューセッツ州ケンブリッジ出身の俳優。アカデミー助演男優賞に3度ノミネートされた名脇役として知られる。愛すべき父親から人を寄せ付けないような厳格なビジネスマンや悪役、船長や権力者など様々な役を演じた。1891年アメリカ・マサチューセッツ州ケンブリッジで7人兄弟の5番目として生まれる。 9歳の時、飼い犬を引き殺した、路面電車の運転手を撃ち殺そうとしたとして、裁判にかけられ、無罪になったことがある。木こりや投資プロモーターの職に就いたほか、短期間ではあるものの薬病駆除の事業をしていたことも、ある。また、アメリカ海軍の機関士だったこともある。10代の後半になると事業をやめ、米国中は手もなく放浪する。サンフランシスコで、 バーレスクの女優に恋したことがきっかけで、ショーのマネージャーと親しくなり、1911年に、オークランドのショーに役者として出演。これを機に、マサチューセッツ工科大学への進学を諦めて、役者となり、その後10年以上にわたって、米国中を巡業で回るようになる。1925年のブロードウェイ公演、アウトサイドリュッキングインがヒットし、 共演したジェームズ・キャグニーと共に演技が激賞される。これにより、ハリウッドからオファーが来たが、ブロードウェイでのキャリアを捨てることができずに断る。その後出演した、サッコ・バンゼッティ事件を扱った、ゴッツ・オブ・ザ・ライトニングは、非評価からの評価は高かったものの工業的には、失敗。しかし、ニコラ・サッコを演じたビッグ・フォードが、セシル・ビー・デ・ミル監督の目に留まり、MGM と契約。 デミル監督の1929年の映画、ダイナマイトの主役の一人に抜擢される。1930年のグレタ・ガルボ初の同期作品、アンナ・クリシティで、ガルボの相手役を演じ、人気スターとなるが、これ以降、ラブストーリーの主人公を演じることはなかった。生来の勝ち気な性格から、監督や MGM の創始者の一人で、独裁的なプロデューサーでもあるルイス・ビー・メイヤーと、 ぶつかることが多く、実際に殴り合いの喧嘩になることもあった。そのため、MGM との契約は短期間で終わり、しかもブラックリストに乗ってしまったために、移行数年にわたって、スタジオに所属しない、フリーランスの俳優として活動することになる。1935年の映画、ジャバの東の撮影中に、ライオンに襲われ瀕死の重傷を負う。復帰は果たせたものの、 ほぼ決まりかけていた20世紀フォックスとの契約が白紙になる。また、首に残った傷跡が大きい上に、すでに中年となっていたことから、主演俳優としての地位も失う。しかし、これを機に、性格俳優としての強みを発揮するようになる。1943年の映画、聖書所で、第16回アカデミー賞の助演団優勝に、ノミネート。 1947年の映画、ミネソタの娘で、第20回アカデミー賞の助演団優勝にノミネート。1948年の映画、ジョニー・ベリンダで、第21回アカデミー賞の助演団優勝にノミネート。1950年代になると、テレビドラマにも出演するようになる。1965年に、自伝、ウルーズ・ボールズ・バイシケルズ・ア,アクターズを出版。 1967年に血液感染症により死去。アカデミー助演男優賞に3度ノミネートされ、いずれも本人の受賞は果たせていないが、同じ作品に主演した女優がすべてアカデミー主演女優賞を受賞している。ありがとうございます。